皆さんこんにちは、ゴルフインストラクターの石井忍です。飛ばしに関するところで、その地面の反力を使うところの番外編みたいな感じですね。しっかりこう前傾して、正面から見た時の軸が、手がスライドしてるんで斜めになってる、車軸があるという話ありましたね。でこの角度をキープすることによって中心点は少し右側にあると。で蹴っていく反力とズレがあるんでスピードアップしていくということなんですけれども、この時に前傾もしっかりキープしたいわけですよ。こういくら反力があっても前傾が起き上がってくるとフェースがオープン方向を作用してみたり、ヒールに当たったり曲がっちゃう、飛ぶけど曲がるみたいな状態になる可能性がある。ですからしっかりその前傾もキープしたいんですけれども、この蹴る時に前傾を起き上がらないで蹴るということはしっかりその骨盤の角度の動かし方という問題、これも他にあるんでぜひ見ていただきたいんですけれども、骨盤の動き方プラス蹴っていく時にこのつま先を少しですよ、後ろに伸ばしながらずるっとこう後ろに引っ張るようなテンションをちょっとかける。これ結構難しいですけど、もう本当に上級者の飛ばす人だったら、例えばね、思い出してください、あのネット TV にもよく出てくれてる小平智プロとかのドライバーショット、左に足がずっとこう擦る、シャッフルする、こういう動きがこうあるわけです。こうすることによってお腹がなんかお腹をちょっとボンとこう漫画で叩かれた時みたいなボコッと吹っ飛ぶような、こういうお腹をこうへこます動き、後ろから見ると背中がこうエビみたいになる、こういう動きがずってこの左足を後ろにシャッフルすることによってできるわけです。これいきなり打つの怖いかもしれないんですけど、素振りの時に、当然正面からの軸はキープしたまま左のつま先を少し後ろに引っ張りながらぐっと回して踏み込んだらずっとこう引っ張る、踏み込んだらずっと後ろに引っ張る、これをやってみてください。前傾も保てるし、でひょっとするとあのヘッドスピード測りながら、クラブスピードを測りながら練習している人は、あれこんなにヘッドスピード上がっちゃうのっていうぐらい上がる可能性があります。でこれ結構ちょっとあの曲げたくない、丁寧にゴルフやる人にはちょっと悪い薬のような気もしないでもないんですけれども、あの結構意識してないけどしたら突然上がるってことはもう十分ありますんで、ギュッと踏み込んだらこの足をずっと後ろに引く、あるいはあのこうずるって滑らなくてもいいんでずっとこう後ろに引くようなテンションがかかると。やってみますよ。こうするとブンとヘッドスピードが多分今 2.5 ぐらい上がりました、はい、というわけでこの地面の反力を使うっていうところ、飛ばしにプラスアルファ左足のシャッフルね、ぜひやってみてください。面白いぐらいヘッドスピード上がる可能性があります。今回はインパクトポイントのコントロールという話です。コースに行った時には例えば、ね、このようにディボットの中に入ってしまう、あるいは左が下がっている、アゲンストだ、ピンが手前だ、グリーンが硬い、いろんな状況があるわけですね。
でそんな中でそのインパクトのコントロール打点を変えていくことで、当て方あるいは出る球筋のランチ出球の高さというものが大きく変わってきます。まずはそうですね、要するに打点どういうことか、少しお話しますが、正面から見た時にその打点がまあいわゆるそのアイアンでダウンブローっていうのは要するにこのグリップエンドがボールよりも少しでもこっち側で入ればこれダウンブローに入ってるってことになりますね。ですからややダウンブロー、これアイアンのいいインパクトですね。でこれどうですか、結構ダウンブローですよね。ダウンブローっていうか結構そのロフトが起きてくる状態、ディロフトされている状態ですね。まあこれはこれで使うときあります。じゃあ逆にこれどうですか、まあアドロフトというロフトがこう寝てくる状態になりますね。どうしても手前のピンにこの同じ番手で止めたいというとき、まあ当然ライは選びます。ライがめちゃくちゃこう浮いているとき、いいライで少し球を高くしたいな、かつ別にスライスも打ちたくない、しっかり強いまっすぐの球で打ちたいっていう時にも使えます。ですからこの正面のこの球をこう強めのハンドファーストで当てるパターン、ニュートラルのポジションで当てるパターン、少しアドロフト、このようにハンドレートに当てるパターンというのを、まあ、フルショットは難しいですね、まあ、ハーフショット、スリークォーター、はい、ぐらいで、なんとなく、ちょっと打ってみてください。ちょっと私まずやってみますね。同じ構えです。決して、ハンドファーストの打つからって、少しこう右に置いてみたり、こうハンドレートで打つから球を左にしたりはしません。ご自身のニュートラルなボールのポジションでまずは普通に、でこの時にも感じるんです。今のは私的にはちょっと上から入りました、つまり少し手が出ましたね、はい、じゃあ今度は今の出たパターンよりもさらにこう潰していく、はい、同じ振り幅、同じボールの位置でインパクトを今度は少しリリースポイントを早めました。もう今3種類打っただけで3つのランチの球が打ち分けられる。決してフェースを開いたりフェースを閉じたりしているわけではないんですね。でこうすることによって先ほども言いましたコースでももちろんその状況に応じて低い球を打ちたい、あるいは番手を変えないでですよ、低い球を打ちたい、少しランチを高くしたいという時にも使えますし、あの何よりも自分の振っているその手元とクラブのコーディネーション、これをしっかり管理できることでそのクラブ操作、身体操作とクラブ操作、これがマッチしてきます。ですからいろんなコースの状況に自分の、あの当て感を変えられるということが、やはりその上級者ですから80を切るには、まあ、こういうところも意識をしていくと、すごくいいと思います。